芸者の側面図。京都宮川町芸儀とは、舞踊や音曲、鳴り物で宴席に京を添え、客をもてなす女性。芸者、芸妓のこと。主席にはべて、各種の芸を披露し、座の取り持ちを行う女子のことであり、という遊びが、下火となった江戸時代中期頃から、盛んになった職業の一つである。江戸時代には、男芸者と女芸者とがあった。江戸時代には、 京都や大阪で芸者といえば男性である法官を指し、芸妓が女性であったが、明治になると芸者が男性を指すことはなくなり、以降は大阪でも女性を芸者というようになった。京都では芸妓と呼ばれる。現代では料理や待合茶屋に出入りする芸者が売春を行うことはない。地方の温泉地等ではコンパニオンと呼ばれる派遣の芸妓などが存在し、 また俗に枕芸者と呼ばれるものも一部に残っている。呼び名、衣装、用事には様々なものがある。下記、名称の項目を参照のこと。京都宮川町の芸儀芸儀は、芸者、芸妓と呼ぶのが古い言い方であるが、明治以降、芸儀という呼び名も行われるようになった。芸儀は多くの場合、一人前の芸儀と見習いとに、 区別されており、それぞれの名称が地域によって異なる。一人前の年長芸儀の場合は、主として、島田曲げに引きずり、爪袖の着物、水をおしろいによる化粧、どちらも引き眉はしないというのが一般的である。三味線箱を男衆に持たせたりして主席に赴むく。反玉山いこら年少の芸儀の以上は、髪型は桃あれ等の少女の曲げで、肩上げをした振り袖を着る、帯。 帯結びも年長芸儀とは異なる。このうち、京都の舞子は、だらりの帯結び、履き物はおこぼなどで知られる。東京深川の辰見芸者は、息を胸とし、旅を履かず、素足で霧の下駄を履き、羽織を羽織ることをもってその心意気とする。したがって、辰見芸者を、羽織芸者、略して、羽織とも呼んだ。芸儀は、おいらんや花嫁のように右手ではなく、 左手で着物の妻を取るので、左妻と呼ばれることもある。芸儀は通常、置屋に席を置く。置屋はあくまで芸儀の抱え元であり、客を遊ばせる場所ではない。江戸では、待合茶屋に上がった客が、茶屋を通して芸儀に指名をかけ、揚げ屋で実際に遊ぶことが一般であった。ただし、上方では、茶屋と揚げ屋が一つになっていて、置屋が直接に指名を受ける場合が多く、江戸でも、 料邸や船宿が直接沖屋に指名をかけ、場所を移動せずに遊ぶこともあった。当時、芸儀は遊郭で遊女が来るまでの罰なぎとして呼ばれることが多く、この点が明治以降とはかなり違う。現在では、揚げ屋はほぼどの土地にも存在しない。その代わりに鍵盤を置いて、沖屋の取りまとめを行い、芸儀や奉還の大半はこれに所属している。茶屋に上がった客は、 店を介して鍵盤に声をかけ、芸技を知らせるのである。また、鍵盤では、芸技の教育をもまとめて行っている場合が多い。対象期の芸者遊び通常、客は宴席を設ける料理屋にその旨を伝え、予算や希望に応じて、料理屋が芸技の手配をしてくれる。無論、指名も可能である。また、馴染みになれば直接、お茶や、おき屋に芸技を手配し、主席に呼ぶことができる。 通常、芸人の手配や出入りができる料理屋は決まっており、どこでも呼べるわけではないので注意が必要である。しかし最近では、様々な緩和により加盟店以外の出入りも見受けられる。当日その場でも空きがあれば手配も可能だが、通常はあまりそのようなことはしない。その料金のことを、関東では、玉台、または、先行台、近畿では、花代などと呼ぶ。先行代というのは、 時計のない頃に線香一本が燃え尽きるまでの時間の料金だったからという。この他に修儀と呼ばれる一種のチップのようなものも必要となる。芸儀の料金の支払い方法は、使用、芸儀には大まかに立法と地方との二種がある。立法舞踊を主にする、物地方長唄や、清本などの歌語りや、三味線や鳴り物の演奏を受け持つ、物地方となるには、 それなりの修練が必要であり、通常は立法を卒業した姉芸機が地方に回る。その他、芸儀には、素養として、一通りの音曲、茶道などの修行が求められることが多い。このような事情から、昭和年間前半には、芸儀出身の女性歌手が輩出した、小田翔太郎、シマルなどが有名で、うぐいす芸者と称されていた。芸儀はあくまでも芸を売って、 座の取り持ちを行うのがその務めである。しかし、江戸時代以来、芸儀もその他の遊女と同様、前借金を抱えた年季暴行であり、過去の花町は人身売買や売春の温床となっていた。大正時代には、新聞社が仲介した幼女のもらい手の大半は、新橋、赤坂、下屋などの芸儀屋であったという、誰でも構わず、身を売ることは、 水天として今占められたが、第二次世界大戦後までこうした水天はほぼどこの土地でも見られ、沖屋も積極的にこれを進めることが多かったし、ゲーに泊まりとして売春を強要することも多く見られた。1956年、売春防止法が制定されるとゲーを取り巻くこれらの状況に変化が起こった。水天や泊まりを売りにした沖屋は打撃を受けることとなり、 そういった置き屋が多くあることを売りにしていた花町は衰退した。その一方で将棋だった者らが芸技を名乗ってかつての水店や泊まりにあたる行為を行う枕芸者を売りにした温泉地が地方に見られるようになった。しかしそのような事象も昭和50年代以降は徐々に見られなくなった。しかしあくまで芸技は遊女とは区別され一流の芸技は 芸は売っても体は売らぬ、真意意気を持ち、決まった旦那に尽くし、その見返りに金銭が報われるというのがその建前になっていた。無論、こうした実態を嫌い、芸イは客の自由にならぬものという気概を貫き通し、一生涯旦那を持たない名義も多くいた。何の自由もないと考えられがちである芸イだが、恋愛の自由は昔からかなり認められていたようだ。 自らの芸によって生活する芸儀は、明治以降一種の憧れの存在として捉えられることも多く、雑誌で人気投票が行われたり、絵葉書が好評を博したこともあった。明治、大正時代には、名古屋を中心とするおのいと、新潟を中心とする北越地方が芸儀の産地と言われ、東京では美、美妓名妓と呼ばれる多くがそれらの出身者だった。水天水天とは、 鍵が客を選ぶことなく、たやすく売春すること。水行き、水、天芸者などとも言われた。鍵と大臣をかたどった、一文人形の絵あり、うないのともに、類似の絵あり、清風は、安値で体を売る水天を、安値で売られた一文人形と対比させている。清水清風著、東京名物百人一首明治40年8月、水天より、 抜粋芸妓芸妓の世界にはかつてこの旦那が不可欠だった。芸妓が存在する土地には旦那の存在があり、いわゆるパトロンやスポンサーといったような人物である。しかし、適度に援助したり協力する程度のものではなく、芸妓一人を見出し決めるとほとんど生涯にわたり世話をしてくれる。芸妓が若手見習いから一人前になるまでには多額の費用がかかる。 この旦那は、着物から持ち物、装飾品や生活費まで、数百万円、数千万円負担する。中には、数億円出すことも珍しくはない。この莫大な費用からしてみても誰でも旦那になれるわけではなく、必然的にその土地の財界人や、トップクラスの企業の経営者などで、多額の金銭を、ポケットマネーで賄える人物であった。一方の芸儀も芸儀になれば、 誰でも旦那がつくわけではなく、美貌と卓越した芸などが備わった芸儀である。若手の時に旦那がつけばいわゆる水揚げとなり、ある程度歳を重ねていても旦那様はつく。芸儀はその旦那につくことになり、旦那はその芸儀の一番の悲喜きになり、面倒を見て信頼関係が構築される。芸儀には目に見えての利点がある。しかし旦那は通常家庭を持っていたりするため、 ある程度ありきった生活でこれといって利点はない。無論、所詮男女なのでそのようなこともあるが、建前は健全な協力である。旦那の利点は、男の解消である。あの芸儀にこれだけのことをしてやった。こんなに金を出したという意気がわからい。また、各土地の屈指の金持ちであるから、周りへの財力のアピールにもなる。通常は、自らの家庭と芸儀の世話の両立が原則だが、 中には芸ーにのめり込みすぎて家庭が破綻したり、悪い芸ーに利用されて破産する者も,もいる。口実するように、現在ではこの旦那は皆無に近い状態である。それは時代にそぐわない制度と内容であるからである。不況や、そのような、粋なことをする男性が少なくなったり、また、娯楽の多様化や、家庭重視、金銭的な問題等から芸ーにそれだけのことをする、意味がないなど、 複数の要因がある。しかし、現在でも、京都などの大都市には、わずかながら、旦那が存在する。一方の芸儀にも、意識の変化があり、仮に申し込んだ場合に断り、通常の生活や、結婚を望むという芸儀もおり、やはり時代の変化と言える。このような旦那側、芸儀側、また、時代の変化により、芸儀文化のある地方では、この、旦那は見られなくなった。元新橋芸者、 むつむねみつつもおりう芸儀の時代と言われる、明治時代には、芸儀は、美貌で、社交上手な女性として、多くの元君に愛され、精細となったものも、少なくない、など、かつて、日本全国に多くの花町があり、日本橋平松町、墓立ち代、名古屋丸の内、神奈川は、牧田、井戸ヶ谷、磯子、鶴見、区内釜石、小樽、奈良市南市町、 徳山市内洋町祭の森、倉吉岩倉町、千葉市蓮池、家、富山県、朝日町の白など、全国の遊郭外芸者町に芸儀も多数いた。第二次世界大戦以後は、児童福祉法の制定によって、子供の頃から仕込むことが困難になり、さらに昭和40年代には、娯楽と接客の多様化により、下流会も衰退し、芸儀の数は減り続けることとなった。 演劇においては、芸儀よりも安価で年の若い、コンパニオンと呼ばれる尺夫を呼ぶことの方が増え、特に地方で県庁であったが、芸儀としての下積み修行を積んでも演劇に呼ばれないのでは稼げぬとして、芸儀にはならずに、スナックやクラブに勤める者が増え、芸儀であった者も,もそれらに転業する例が多く見られた。近年、海外では、日本文化の人気に伴い芸者業に脚光が浴びせられている。 オーストラリア人芸者であるフヨナグラハムは2007年に浅草でお披露目し、その後排除された。現在は深川で働いている。旦那制度はほぼなし。加害近年の状況をも参照後継者不足のため、花町側は頭を抱えている状況だが、地域で取り組みがなされ始めている。山形県や秋田県では、会社制度に転換したりして、後継者を育成し続けている。 各地の温泉街、森岡芸技の岩手県森岡市、札幌芸技育成振興会が設立された札幌市、土佐芸技の高知、山形舞子、山形芸技の山形、下関芸者の下関、芸子集の丸山、老舗料亭らが芸技組合を立ち上げた横浜、駿河芸技祭りや、伝統芸能振興会が伝承と後継者の育成に取り組む静岡、 元林町歴史木更津市や大阪の花町、金沢の花町、京の花町、神戸の花町、東京の花町、新潟の花町それぞれ各地で取り組みがなされている。山形県酒田市山形県酒田市では1990年に高都振興を設立した。新潟県新潟市新潟芸者の前新潟市には中心市街地の中央区小町を活動拠点とする。 小町芸儀が存在する。小町芸儀は、最盛期には400人ほどいたが、現在では20数名ほど、実働は10数名となっている。後継者がいないため年々人数が減少している。ことから、1987年に、芸儀出入りの料理屋や、財界人の出資により、竜都信仰株式会社が設立された。愛媛県松山市愛媛県松山市には対象から、昭和初期の前世紀には、 県内で鍵盤が約40件、沖屋が439件、芸技が1350人いた。現在も芸技の数は少なくなったが、松山鍵盤や新県番が存在する。兵庫県神戸市有馬温泉に本最古である。有馬温泉には、古くから芸達者な芸技がいてその儀名は、現在も若い芸技に伝承されている。有馬鍵盤があり、現在沖屋が4件、あずさ席、 田中席、若松席、初根席、常に白塗りでかつら、着物で座敷に上がる。温泉街だが、近畿の奥座敷と呼ばれ格式が高く、遊郭のような店もなく、またそのような人が、旅館やホテルに出入りするのも禁じられている。1900年頃に、中国を訪れた原義の観察によると、中国の芸将儀は、兵士といい、三段階の階級があった。 最下級が夜景、その上が長像といって日本の反玉にあたり、場合によっては将棋も務める。最上が青宮人と呼ばれ、芸儀にあたる。彼女らを仕切る親方は男が亀子、女が亀バーと呼ばれ、それぞれが数人の表示を持ち、同業者と共同で大きな館を借り、これを陰謀と呼んで茶屋として営業。他に、 茶館や茶楼と称してわずかな茶台で夜景や彫像を呼んで遊ぶこともできる。陰謀は通りから入った路地の奥にあり、城郭の外に金文字で女の名前が掲げられ、入り口にいる番人が客を出迎える。客が中に入ると十数人の表示が顔出しし、客はその中から好みのものを選ぶ。青宮人の場合は客とともに書楼と呼ばれる場所に行き、 そこで芸を見せる。気に入った娘がいた場合は、お茶を注ぎに来た男性従業員に耳打ちし、待ち合いする。1998年6月、ISBN47 億6361万6420。ありがとうございます。